はい、でも今日はガチャポンの紹介です。はい、ガチャポンで遊ぼうぜ。今日は佐川男子シチュモエグッズ。おお、シチュモエ、シチュエーションモエモエそうだね、シチュエーションだね。はい、まずこれから開けていきたい。はい、どうぞ。これは何でしょうかね。じゃあその説明書をお父さんにここに置いて見せてください。はい、はい、じゃあ一袋目、はい、ハサミどうぞ。はい、開けてください。じゃあ順番に開けていきましょうね。まず最初はこちらですね。デスクトップマスコットですね。はい。おお。下ネタです。見せてください。これ下ネタだよね。いや、全然下ネタじゃないと思うよ。ここが僕の担当エリアです。この手の先。と書いてあります。はい、次行ってみましょう。はい。ででで。次は？あれ、あ、開いた。すいません。こちらですね。レリーフマスコット。マスコットじゃないや。マグネット。マグネット。はい。レリーフマグネット。ハサミであげましょう。これもハサミですか？はい、全部ハサミであげてください。お、腕が分解されてますね。つけてください。うわー。おー、すごい力強いね、その腕ね。これが僕の佐川金です。もう一回言ってください、セリフ。これが、これが僕の佐川金。はい、佐川金、佐川筋肉、佐川金です。はい、これがないの、これ。なんかいいですねそれはハルト君の何筋ですか。ハル筋、ハル筋ですか。はい、では3つ目開けてみましょう。すごいだね。これが一番さ、実用的、役に立ちそうですね。これ、はい、ハサミであげてくださいね。それ何だと思う、はるちゃん。え、ペン立て。これね、一番お父さんが今回のガチャラガチャの中で一番使えるなって思ってたやつ。何でしょう。シチュエ、まさにシチュエーションだよね。あの佐川急便のさ、お兄さんがお荷物を届けてくれた時に、ね、何をお荷物運んだ代わりに、な、何かくださいって言うでしょ。なんか何くださいっていう、ハンコくださいって言わない。あ、そう、そのね、印鑑を入れるやつです。それ印鑑ケース。はい、これちょっとこうやって置くだけじゃないかな。あ、ここにはめるんだよ。だってこれ手の、そう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 、線がある。これね、貸し。でで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 、こうだね。こんな感じだね。開けます。はい、どうぞ、次開けてください。何、嬉しいの。これは普通の小物ケースですね。この佐川男子なんですけれども、最初メーカーのプレスリリースだとですね、6月の下旬に発売されるはずだったんですね。でもところがですね、これが3週間伸びてですね、7月の中旬以降になってですね、さらにそこになると、もういつ入るか、いつガチャポン会館に入るかわからないという状態になっていた。あ、いわくつきの品ですね。すいません、これセリフがどっかにつくはずですね。これ、あ、ここじゃないかな、肩のとこ。あ、これはつかない。これはね、ない。あ、これもあるよ。なんかどっちだろう、どれ、なんていうセリフ。お荷物どちらに、いいわ、こっちだ、こっちだ、これこっち。あ、これもだ。じゃあ、うん、お荷物ここでいいですか。うん、それは多分ね、こっち、まあこれがこっちのここかな、ですね、こうだね。で、こっちが、これがこの辺、この辺、この辺ですか。これだ、ラスト。はい、ラスト、ラスト1個。一番欲しいって言ったらお父さんはこれ。僕もこれが一番可愛い。ゆるキャラ、ゆるキャラ。そう、佐川急便にはなんとゆるキャラが存在するんですね。さあ、これ名前を何と言いますか。箱部くん。はい、見せてください。かろう。顔が四角いですね。しかもポーズ。はい、君も箱部くんのポーズ。ギャグじゃない、手が。そうだね、そんな感じだね。
箱部くんとハルト君です。はい。いいですね。これなんかほら最近ランボーとか流行ってるじゃん。あ、流行ってます。きっとイノさんとかこのマスコットいいな、欲しいなってめちゃめちゃ欲しいなって言うと思うんだ。おお。これね、鍋さんとかね、イノさんとかね、エアボさんも好きなんだよね。そうなんですか。そう、エアボさんもね、ランボー好きなんだよ。イノさんは大好き。うん。だからこれみんな欲しがると思います。すごく可愛いですね、このマスコット。ハコブくんです。はい、はい、記念撮影。ハコブくんとハルトくんです。はい、というわけで今日は佐川男子ね、シュチュモエグッズを紹介しましたね。それでは締めていただきたいと思います。どうぞ。ドン。さよなら。